ということでやっていきましょう。どうもありがとうございます。ということで今回はですね、スマホ版ニャンコレ戦争本枠の方でやっていこうかなと思うんですけれども、今回ですねやっていく内容に関してはこちらでございます。ということで赤花のサンタのプレゼントというステージの方がですね登場しましたので、今回はこちらのステージの方ですね挑戦していこうかなと思います。では早速ですね、ちょっと詳細の方見ていきますか。じゃあ行きます。はい、ということで全5ステージということで、ドロップ報酬に関しては猫のプレゼントを奇跡的に、取得できますということで、確か猫のプレゼントってあれだよね、なんだっけ、あれだよね。まあ一応ね、猫のプレゼントに関しては取得済みなんですけれども、一応ですねまだですね、まあクリアになってないので、まあまた再挑戦ということでやっていくんでよろしくお願いします。はい、ということで猫のプレゼントはこのキャラクターでございますね。まあ進化後はこんな感じで何も変わってなかったね。まあでも一応このキャラクターに関してはですね、まあ、天使の動きを一瞬止めるっていうね、まあ、セールを持ってるキャラクターでございます。まあ、ちょっと久しぶりに使いたいね。では早速ですね挑戦していこうかなと思います。で編成に関してはとりあえずですね、またとりあえずこんな感じでやってみましょうかね。まあ、一度しか攻撃できないキャラクターの方でちょっと遊んでいこうかなと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ早速ですね挑戦していきましょう。サンタが街にやってくる、行きましょう。出陣。さあ、ということで、うわ、すげえな、こんな感じだったっけ。もう、すごいね、もう、イルミネーションのやつで、ぐるぐる巻きにされてますけどもね。まあ、ちょっとね、最近、近所でも結構、イルミネーションをしているね、家庭をよく見かけますけれどもね。まあ、私には全く縁のない時期でございますけれどもね。まあ、また今年もですね、あー、早く終わっちゃう、はい、ちょっと待って、終わんの早かったわ。ちょっと待って、待って。じゃあ、次に話します。はい、あー、こんなにもらえるんだね。ありがとうございます。はい、じゃあ次ですね、お次はトナカイ一騎でございます。じゃあ、行きましょう、ひとじん。さあ、ということで、おー、背景がめちゃめちゃホーリーですね。まあ、そのことは立てよってですね。まあ、また今年はね、どうしようかな。今年のクリスマスは特に何も考えてないですけど、また一人でですね、チキンでも食べながらですね、何かしらでもね、ホラー映画でも見ようかなと思っております。さあ、オッケー。さあ、どうならね、全5ステージいけるかな。まあ、とりあえずちょっとこんな感じでね、突っ込んで参りましょうか。よし。オッケー。でもなんか、いけそうな、あ、いけるね、これ、いけるけど、まだこれ二つ目なんだよね。あと残り3ステージいけるかな。ちょっと怖いところでございますけれどもね。じゃあまあ、とりあえずガンガン行きましょう。さあ、ということで、お次、鞭打たれた日々でございますね。行きましょう。さあ、ということで、まあ、ガンガンですね、ちょっと進めていこうかなとは思うんですけども、どうだろうね。さあ、これは何か出てくるのかな。ボスはどうでしょうか。さあ、このままとりあえず突っ込んで、よし。まあ、このトナカイだったら全然いけるんじゃない？サンタバージョンの中岩だ。多分大丈夫だと思うんだけどね。そうそう、意外と取り巻きがいっぱい来ると困るけど、でもこれニャンコ砲の方がよく、あ、ニャンコ砲なってるわ。ちょっとキャノンブレイクかと思ったけど、よし。オッケー。あ、いけんじゃないこれ。え、待て、もう一体出てくんの？え、でも大丈夫だよ。さすがにね。いける。一度きりだけでもいけるぞ。レッパ放ったのさっきの。よし。さあ、ということで突っ込んでいくぞ。さあ、で、報酬最後のステージなんだろう。レアチケットとかもらえるんだっけ。あ、やばい。ちょっとだいぶちょっと詰められてきたぞ。よし、オッケー。危ないね。あと残り2ステージあるんだよね。大丈夫かな。いや、ちょっと不安だから、とりあえずやっていくぞ。さあ、ということで、あともう少しでクリアでございますけども、ちょっと取り巻きの数がちょっと邪魔なので、よし、オッケーということで、やっと終わったね。ちょっとスコアがだいぶ広いな、これね。さあ、ということで、お次は4つ目でございます。下克上でございますね。行きましょう。さあ、ということで、なんか最後のステージ、なんか怪しいなぁ。なんか来そうな気がするんだよね。なんだろう、何かが出てきそうなんだけど、なんだろうね。まあ、その辺をちょっと予想しつつですね、やっていこうかなと思うんですけどもね。さあ、でも変わらないね。特に何も変わってないな。まあ、次のステージが多分問題なのかなと。おー、一角来やがったな。結構これ取り巻きがちょっとやばい。多い。ちょっと多いよ。多い。これはちょっと捌ききれねえよ。なかなか、ちょっと頑張りましょうか、これ。よし。いや、やばいな。一角二体は結構これでかいな。まあ、とりあえずちょっとこのまま突っ込んで、とにかく突っ込んで。よし、オッケー。あと残り1体でございますね。まあ、なんとか、あれですね、突破できそうですね。まあ、スコアは多分だいぶひどいかなとは思うんですけども、まあ、いけなくはないでございます。残りラスト1ステージじゃないから、多分これ以上多分どぎついのは、まあ、出てきたりはしないのかなとは思うんで、
最後だね。もうラストのステージがどうなるかがちょっと不安ですけれども、まあとりあえずこのまま突っ込んでまいりましょうか。ちょっと取り巻きが邪魔だな。これはなかなか、もうニャンコ砲で撃ってその隙で攻撃するしかないような気がするけど、よし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 、あともう少し、よし、ようやく攻撃が届きましたね。よし、じゃあこのままとりあえず、突っ込んでまいりましょうか。いや、めちゃくちゃ余談なんだけど、最近またストレートネックの方が発症してめちゃ響いてんだよな。もう最近結構姿勢をね、ちょっとちゃんと気にしてやってるんですけどもね。まあ、でもやっぱりなんかね、ちょっと強制はできないみたいですね。いやー、本当にちょっとマジでね、きついわ、ストレートネック。いやー、本当に首が曲がりっぽでございますよ。OK! ということで終了でございます。やばい、スコア何これ。ひどいね。1596って。いやー。さあ、ということで、これでラストでございます。最後のステージ、戦場のクリスマスでございますね。挑戦していきましょう。さあ、ということで、どうだろうね。まあ、とりあえず、まあ、もう、ああ、やべえ、いっぱい出しすぎちゃった。ちょっと待って。やりすぎたね、これね。初っ端から、なるほど。やばいぞ、これ。ちょっとやばい。ああ、待って、これ、ちょっとギリギリだな。ギリギリなんだけど、よし。いけなくも、いや、もう、マジでいってる。うわ、これまずいぞ。うわ、待って。うわー、やっちまったな、これ。これやっちゃったね。確実にやっちゃったね、これね。こんなステージで負けてしまいましたよ、これ。さあ、ということで、突っ込みすぎは良くないので、一旦ちょっとお財布ダメをして、ちょっともう一回ですね、やっていこうかなと思います。いや、ちょっとあそこね、やられるとはちょっと思わなかったわ、マジで。ああ、なるほどね。オッケー。じゃあ、まず、こいつからですね、多分、さばけば問題ないのかなって感じがするんで、ちょっとこのままですね、やってみましょう。あ、でも、いけそうじゃない、やっぱり、いけそうだよね、これでね。まあ、とりあえず、様子見ましょう。で、多分、ボス戦は、この中井が多分、いなくなるとは思う。あ、もう一回出てくんの。うわ、これ大変だな。これ大変だけど、いけそうだよ。ほら、もう、こんなふざけたことやるやついねえよな、なかなかね。普通だったらサクッて終わらせたいところだけどね、終わらせないっていうところで。あ、やべえ、どんどん来ちゃったよ。あー、これはちょっと遊んでられなくなりましたぞ、これ。ちょっとこれまずいね。よし、危ない。結構危ないぞ、これ。あ、これまずいかも。これ待って。これはまさかのボス戦が行かずに終わるパターンありえるぞ、これ。あー、危ない。めちゃくちゃ危ないけど。あー、取り巻きがね。おー、でもギリギリ。すごくギリギリだけど。あー、よし。オッケー。危なー。よし。ということで、どうしようか。ボス戦、もう多分中に出てこないと思うんで、一旦ちょっとこれで、生産待ちましょう。さあ、とりあえずちょっとこれで、突っ込んでみようかなと思います。さあ、ということで、どうだろうね。なんとも言えない感じがしますけれども、あ、やっちまったぞ。これ、危ない。よし。あー、これ、いやー、どうだろう。よし。オッケー。これでだいぶ突っ込めたぞ。よし。こっからだね。こっからが多分勝負じゃないのかなと思うんですけどね。いやー、どうだろう。もう中井の方は、あとこのサンタだけ多分とりあえず乗り越えられればっていうとこ。いや、もう一体出てくるんだっけ ?2 体か。あ、まあでも、どうだろうね。あー、これでもう一回レッパぶち込められればいけそうな気がするけどね。うわー、これなんとも怪しいところでございますけども、とりあえず、まあ、にゃんこ砲もちゃんと打ちつつ、とりあえず、さあ、いけるか。よし、ここで、どうだ?頑張れ、レッパを放ってくれ。いけ。よし、オッケー。もう一体来んの?嘘!もう無理じゃん、これ。さすがにもう一体やられたら困るな。うわー。ね、真面目にやれってことだね、これね。ああ。はい、終了でございます。もう、OK、リベンジ成功でございます。あー、
い、ということで今回はですね、赤花サンタのプレゼントというステージの方がですね登場したので、とりあえず挑戦してみました。まあ編成に関してはですね、まあふざけたですね、一度きりしか攻撃できないキャラクターの編成でちょっとやってみたんですけど、最後のステージはどうしてもちょっとクリアできなかったので、最後はですねもう泣く泣くですね、いつも通り周回で使ってるね編成の方でやりました。まあさすがに最後のステージはちょっと難しいかなっていう感じがしますね。まあまたね証拠にもなく、もしかしたらね同じようなことやるかもしれませんけれども、また見ていただければなと思うんで、よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。